女のくせにタバコか。うるさいわね。本庁の公安部だかなんだか知らないけど、えばらないでよね。何よ。あんまり強がんな。少しは女らしく生きろ。どういうこと？あんた府警四課の主任なんだってな。どうしてそれを。さっきビルに落ちてた。これが現場にあったらヤバいと思ってこっそり拾っておいたんだ。銃を撃った時にでも落としたんだろう。とんだヘマだな。まあ無理もねえさ、あんな状況じゃな。あなた自分は撃たれていたのに冷静なのね。ああ俺にとっちゃあんな状況は慣れっこさ。そう、やっぱり本庁の人間は場数が違うのね。そんなことねえさ、俺が特別なだけだ。本庁も府警も関係ねえ。あんた女のくせしてなんで四課なんかでデカやってんだ。別にいいじゃない、あなたには関係のないことだわ。遅くなったな。本当に遅いわよ。カールさん、あんた大丈夫なのか。ああなんとかな。和樹の容体は。まだ手術中よ。中の様子はわからないわ。ちょっと、なんだお前らは。出のみ感じるにゃ。おいケチャンニャ、いろな、壊れはった。お前ら誰だ。アニャ、いにょそらん感じぬか。アニャ、お前ら海外組織の連中か。待ちなさい警察よ。あんたたちここに何をしに来たの。ちょっと待て。なんだ、うるさい連中だ。日本語喋れるんじゃねえか。ならなおさら許せねえな。お前らに用はない。俺はあるんだ。何？目の前で女殴られて引き下がれるほど大人じゃねえんだよ。なら殺すまでだ。死ね。
さすがに強えな。お前ら誰に頼まれた？やめろ。次は本当に当てるぞ。いえ。韓国의조직진관파。なるほどな。なんて言ったんだ。手回しが早いな。非常警戒網が敷かれたのよ。ここはまずいな。話は後だ。伊達さんが待っているバーへ行こう。あ、帰ってきたな。ああ、マスターは？ちょっと出かけてる。それにしてもずいぶん遅かったな。その代わりいいネタが仕込めたぜ。どんなネタだ？病院で和樹を襲ってきた二人組を捕まえて組織の名前を吐かせた。真剣派？韓国語で真という字は仁、剣は言、派っていうのは派閥って意味でパと読む。まあ日本じゃ派っていうのが普通だがな。人言派、韓国の組織か。間違いねえ。聞いたこともない組織ね。まあ知らなくて当然だ。日本のヤクザと違って韓国系の組織はマフィア化している。表立ってダイヤモンを掲げるような真似は絶対にしない。組織の名前も単なる呼び名でしかない。奴らにとっちゃ名前なんかどうでもいいのさ。大切なのは鉄の結束、それだけだ。じゃあ大吾と郷田会長を誘拐したのもその人言派か。ああ、可能性は高いな。けどよく韓国語が分かったわね。昔ちょっとな。ここも危ねえようだからそろそろ場所を移そう。どういうことだ？どうやらここにも刺客の手が回っているらしい。本当か？マスターの様子がおかしいんだ。そわそわと出たり入ったり、どっかに連絡したりな。それに。それに何だ？彼女のことを探してるみたいだ。私を？この写真がカウンターの中にあった。なぜこの写真が？ここは俺一人に任せてくれ。マスターに確認する。お前は伊達さんと河原さんをせれない。わかったわ。あれ、桐生さんお戻りで。マスター、この写真は一体何だ？それは。なあマスター、俺は1年前からあんたのことを知ってる。だからできれば争いはしたくねえんだ。理由を聞かせてもらえないか？いや、それは。
誰に頼まれたんだ。いや、マスター、もう後戻りはできないっすよ。俺らはやるしかねえんだ。キリュウさん、俺たちのために死んでくれ、頼む。許してください。この辺りの店は1年前の事件で客足が減って、みんな借金を抱えてしまって。闇金に手を出したのか。銀行が相手にしてくれなかったので、つい毎日返済に追われて困っていたら、急に借金を全額肩代わりしてくれるって人が現れまして。誰が肩代わりすると言ったんだ。戦国組という組織の人に言われました。それでお二人の写真を。つまり懸賞金がかかってたってわけか。そうです。私は迷った。でもやるしかないところまで追い込まれてました。ですから。もういい。え？1年前の騒ぎは俺の責任が大きい。でも全ての片は俺がつける。あと少し待っていてくれ。だからマスターはこの場所でいつも通り客にうまい酒を楽しませてやってくれ。キリュウさん、毎日同じ場所に同じものが待ってる。それがこの街じゃ心の救いになるんだ。だから店を捨てないでくれ。はい。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。